風ざ温泉は、群馬県あず郡妻ま村にある温泉。風ざ温泉紅葉館新風沢温泉入り口奥の山は、風ざスノーエリア湯の丸山の中原に位置し、天然記念物の連月辻群落も近くにある。温泉は、風ざ温泉と新風沢温泉の二つに分かれ、両者は距離も離れている。この二つは区別される場合と一緒に扱われる場合がある。 両者とも、上信越高原国立公園の区域内に位置する。かざ温泉は、標高1500メートルの高所にあり、日本秘湯を守る会にも属する一軒宿の、高揚館が存在する。新かざ温泉は、標高1300メートルの高所にあり、かざ温泉からの引湯であり、旅館やホテルが多数ある。また周辺には、かざスノーエリアなどのスキー場も多い。 650年頃の発見とも言われているが定かではない。平家湯伝説は、元六年間に鹿が傷を癒しているところを発見したとされており、温泉名もこれにちなんでいる。江戸時代は、風ざ温泉周辺の一帯が、根津漁の領地であった。当時場として発展していったが、1918年の火事で温泉街は壊滅した。その後、引頭管を整備して、 旅館は一軒を残して、現在の新風沢温泉の場所に移転した。古くより、スキーが行われている。1925年の新聞記事に、風沢温泉は学習院その他の学生で賑わっている、との記述がある。また、風沢温泉は、雪山山下の発祥の地であり、1927年1月、当時兄弟山学部の学生であった。 南極越冬大初代隊長の西堀英三郎が、香沢温泉でのスキー合宿中、雪によって旅館に足止めをされた際に退屈しのぎに作成したという、1968年11月19日、国民保養を温泉地に指定。ありがとうございます。